なので、まあ、なんとか塁に出たいなという気持ちが、最後に伝わったと思います。ありがとう。ええこと言うやんけよ。もう誰がこのお立ち台に上がってくるのか、ファンの皆さん期待感を高めて高めて待っていました。ファンの皆さんの声援、改めてこのお立ち台で聞いていかがですか。まあ、本当はね、あのホームランで、ね、決めたらかっこよかったんですけど。いいかー、やってもいい。無理せんなー。最後決めたわけじゃないので、まあ、ちょっと恥ずかしい感じがします。かっこいいなー。ただこういった大きな拍手が起こりました。あの打席フルカウント、仕留めた一球はどういう打席だったんですか。もうランナーなしの状態だったので、もうホームランでいいという状況だったんですけど、なんとかこう塁に出ようという気持ちがね、まあ、あれだけだったと思います。完璧やん。鳥谷さんが完璧やん。ランバックに立った瞬間に矢野監督が試合が決まったかのようなガッツポーズをしてダガード出てきました。分かりました。しそうですね、あのそれ見て自分もついつい座られてガッツポーズしてしまいました。いいな。鳥谷さん、勝利が決まって一度ダッグアウト裏に引き上げました。ダッグアウト裏のタイガース選手、ナインの皆さんの雰囲気、何かどういう言葉が発されていたのか教えてもらえますか。いや、もうなんとかね、初戦勝ちたいというところだったので、まあ、勝ってよかったなという、まあ、話になってました。はい、まあ、そうやん。それと改めまして、まだあかんねん、入団16年目、今年のキャンプからこの開幕戦を迎えるまで、ご自身はどういった気持ちで日々過ごしていたんでしょうか。もう本当ね、ショートの、ね、レギュラーを目指してね、キャンプからやってきましたけど、もう今は本当に与えられた、ね、ところでやるしかないので、まあ、その中で、ね、しっかり結果出すのはよかったと思います。完璧やろ、完璧。距離は誰かだけじゃない、これから競争が待っている、昨日はっきりと明言していました。趣味が欲しいね。もう本当に、今日のように、ねチャンスを本当に生かせるように頑張っていきたいと思います。レギュラーレギュラー明日から急に来るぞ。投手陣がメッセンジャー開幕先発投手から最少失点でずらっとつないできました。お見事ですね。そうですね、やっぱりなんとかね、先発新ピッチャーにね勝ちをつけたいという気持ちはあるんですけど、ピッチャーが粘っている中で、最後勝ったので良かったと思います。さあ、今シーズン勝負でスタートを切りました。明日、明後日、まだまだ試合が続いていきます。さあ、まずは明日に向けて、それから今シーズンの鳥谷さん自身の目標も含めて聞かせてもらえますか。まずはね、今日のバッチをね、明日もつなげて明日、明後日と、勝ちたいと思います。個人的には、しっかり、ね、チャンスを生かして、もう一回ね、ショートのポジションに立てるように頑張ってください。もう明日からスタメンでええよ、もう。あっあっ、かっちょええ。